皆さんこんばんは。また一人、追加でスカウトしてきました。話したくない。言っちゃダメなんだ。もし言ったら、みんながロックビルおじさんのことを聞いてくるって、ママが言うの。私が話さなければ、きっとみんなも話さない。お小遣いあげるよ。まあ、ありがとう。心優しいあなたに、神々の恵みがありますように。ソリチュードのスバリちゃんです。あなた、よそ者にしては悪くないわ。いや、当然のキャストはみんな二十歳以上です。幼女はもちろん幼女のことで漢字で書くと読みにくいですし、小学生はもちろん。というわけで、おっぱ、お姉さん系のキャストもスカウトしてきました。私がついてますよ。先を言ってください。こちらはご存知、これじゃないリディアさんですね。すぐ後ろにいますよ。先を言ってください。もっと追加フォロワーの、アマメさんです。私がついてますよ。先に行って、ついていきます。同じくモッドで追加の、アリシアさん。すぐ後ろにいますよ。じゃあ出発しましょう。こちらもモッド追加の、ミラさん。次の方は、マルカルスの紙幣なんですけど。私がついてますよ。じゃあ出発しましょう。元はこんなガチムチの人です。今回はこのメンバーで行きます。担当はこんな感じ。指名コメがありませんでしたので、こちらで選びました。フォロワー指名の話は、声当てで正解した方への、コメ返しのつもりだったんですが、ちょっとわかりにくかったかもですね。新たにクイズを出すわけではないです。すいません。こんにちは。古代遺跡の一部かな。戻るのが早すぎやしないか。手紙で読んだのはあなたでしょ。なら、傭兵が役に立ったんだな。高い給料を払った甲斐があった。死んだ者はそうは思わんだろうが。まったく、なんという悲劇だ。前にもこんなことがあった気がするが、それは単に仕事の経験を積んでいるということだな。もう一度ドラウグルを倒してこい。私は残りの腰抜けどもが逃げ出さないよう見張っておく。なんか態度悪いな。どうした？まあさっさと片付けてきますかね。怖しというのは、こういうことです。フォロワー化しても、戦わないで逃げる子もいるんですよ。ま、そこで見ててね。というわけで、実質3人で戦うわけです。連れてく意味ないのでは、と言われるかもですが、逃げ回る子も可愛いじゃないですか。アージダルの微妙なお宝シリーズです。呪文の追加？これが爆発で、こっちが凍結。数字を見た感じでは微妙そうですが、
通の魔法とどう違うのか、さっぱりです。どうした？片付けてきたよ。いいぞ。お前がいてくれてよかった。もうすぐ墓地の最下層部に到達するが、そうなると、もっと多くの鉱山労働者を確保しないとな。我々の評判は今や地に落ちた。だが十分な金さえあれば、鉱山労働者を集めることはなんとか可能だろう。今度はいくらいるのさ。5000ゴールドだ。はは、ワロス。確かに家が一軒買えるほどの大金だが、さっきも言ったように我々の評判は地に落ちている。したがってそうした悪評は金で相殺するしかないんだ。金は持ってきたか？まあ、あるけどさ。よし、いいぞ。今回はもっと腕の立つ用心棒を雇うつもりだ。それで万事うまくいく。そしてまた連絡を待ちました。ずっと探してたんだ、あんたに直接届けるものがあってね。ちょっと待ってくれよ。またラリスからの手紙だけど、彼の頼みを届けるのはこれで最後だ。あの場所はどうにも耐えられない。これでよしっと。じゃあ行くよ。これで最後か。そうなるといいけど。何この手紙、ラブレターじゃあるまいし。あれ、誰もいない。何やら日記がいっぱいある。一時停止してご覧ください。要約すると、ここで発掘しながら電波を受信してたらしいです。アージダルの亡霊にすっかり洗脳されたみたいですね。まあ、おおむね予想通り。アージダルと戦うことを期待してる分、私たちプレイヤーが一番腹黒いかもですね。そうそう。私もシャウトの声に違和感あったので、差し替えておきました。全シャウトボイスの差し替えは、さすがにきつかったです。あなたは殺した。うん、この爆発魔法弱い。シャウト影の声、やっと掘り出されたんですね。まあこれだけでもお金出した価値はあるかな。なんだか掃除機とかロシアのレスラーみたいなシャウトですね。じゃあ使ってみようかな。露骨な罠だなぁ。ではモーニングコールならぬ、モーニングショットをしますか。これがサイクロンのシャウトかぁ。浮
かせてリアルコンボとか繋げられたら楽しそうなんだけど、いつものドラウグリなのでブロックアップしますね。ついでに米返し、もともと若手剣扱いだったと思います。私は ESP ファイルとかもいじってますので、エキタップレートとかの体験の振り速度とかも原作準拠でだいぶ遅くしてあります。この絵柄合わせも久しぶりな気がしますね。答えはどこかな。ああ、あれが答えですね。これでいいと思う。よしよし、来ましたね、アージダル。しかしもうちょっとこう敵キャラにバリエーションが欲しいですな。ひどい乱戦。属性のせいなのか、全然減ってないように見えますね。銃ではダメ通るけどダメージ低いなー。立ちで行きますよ。このビームシールド、やけに硬い気がします。よし、倒した。今回は仮面ありますね。地味に使えそうだけど、この仮面をつけて歩くことはありえません。何があった？私は何をしたんだ？それはこっちが聞きたい。思い出せない。ここコルビョルンへ来てからずっと、ささやき声が聞こえる。雑念が浮かび、幻覚が見える。
その声は日に日に大きくなっていく。ずしんずしんと迫ってくる。何度か気も失った。あれはそう、ドラウグルが目覚める直前だった。人、殺したの？わからない。いや、そうかもしれん。彼が、そう望んだから。彼は皆の正気を欲していた。わからない。違うと思いたいが、もしかすると、頼む、私を信じてくれ。やったかどうかは知らないけど、とりあえずここから離れたら？当然だ。墓地なんて言葉は二度と聞きたくない。一生ごめんだよ。私はレイブンロックへ戻るが、このことは二人だけの秘密だ。街で私を見かけたら、そっとうなずいてくれ。君の力になる。私にできるのはそれくらいだ。とにかく、他言は無用だぞ。結局、投資分って感じだな。まあ、まだ何かあるんじゃないかな。ドラゴンボーンにしか価値がないような、何か。うへ、何あの像。シャウトがあるかなぁと思ったら、よりによってこれか。では続きは次回にしますね。ご視聴ありがとうございました。またね。